皆さんこんにちは。今回はあの長嶋茂雄が憧れ、初代ミスタータイガースと呼ばれる藤村文雄氏についてご紹介します。藤村氏は1916年、広島県呉市で4男4女8人兄弟の7番目として誕生します。小学校から野球を始めるのですが、同じ市内の隣の小学校には現在も破られていないプロ野球監督勝利数歴代1位の鶴岡和人氏がおり、幼少期からライバルでした。また後に南海ホークスのエースとなる結城進氏と家が近所など、自身も含めプロ野球界のスター選手となる人物が近い存在でした。そして中学校に入学後、めきめきと上達をした藤村氏、チームのエースとなり県内の強豪校を退けて春夏の甲子園に6度出場し、京都商業、現在の京都先端科学大学附属中学校高等学校の沢村英二氏らの名投手たちと名勝負を繰り広げ、甲子園の申し子と呼ばれます。1934年夏の甲子園では決勝で後の代打者川上哲治氏を3打席連続三振に取ってみせ、ひげを生やし一人だけ大人が混ざっているようだったと川上氏に言わしめました。なお同年1934年はベーブ・ルースらアメリカ大リーグ選抜チームが来日し、全国12都市で16試合の日米親善試合が行われ、当時プロ野球チームがなかった日本は沢村英二氏などが対戦するものの16戦全敗を喫する形となります。翌年の夏の甲子園では1試合19奪三振を記録し、2012年夏の甲子園で1試合22奪三振を記録した松井裕樹氏が現れるまで77年間続いた記録でした。1936年は日本野球連盟が結成され、日本のプロ野球組織が誕生した年でもあり、設立されたばかりの大阪タイガースは現阪神甲子園の大スターであった藤村氏を熱心に勧誘し、前年1935年に投手として背番号10を与えて入団をさせました。1936年、プロ野球リーグが開幕し、タイガースにとって初の公式戦である4月29日の対名古屋金シャチ軍戦に開幕投手として登板した藤村氏は1安打完封勝利で歴史的なチーム初勝利を飾ります。7月15日には長く続く巨人との伝統の一戦が初めて行われ、その試合でも勝利を収め、対巨人戦初の勝利投手となりました。また投手だけでなく野手としても出場をしていた藤村氏は規定未到達ではあるものの、日本塁打で初代本塁打王に輝きました。1939年から1942年までは兵役のために南方戦線へ出向いていたため出場ができませんでした。1943年に除隊し、夏のシーズンからプロ野球に復帰するものの、4年半に及ぶ軍隊生活で思うように体が動かず、打率2割2厘ホームラン0本と自身最低の記録を残します。しかし翌年からはそれまで阪神の主力であった影浦勝が投げて、戦力が落ちたチームで主軸となり4番打者に定着、打点王を獲得して優勝に貢献しました。日本の戦後復帰早々となる1945年11月23日に行われた戦後初のプロ野球では初ホームランと言われているランニングホームランを放ちます。翌年には監督を兼任しながらも5番打者として打率3割2分3厘を残す傍ら、戦後の投手不足によるリリーフ登板をすることも数多くあり、結局13勝2敗という成績を残します。1947年以降は不動の4番打者として史上最強と言われたダイナマイト打線を象徴する存在となり、打点王を獲得してチームの優勝に貢献。この年から設立されたベストナインで三塁手部門で表彰、以後6年連続で受賞をしています。1948年からはゴルフのクラブからヒントを得て、通常のバットよりも長いものを使い本塁打を量産。このバットは物干し竿と呼ばれ、藤村氏のトレードマークとなります。そしてこの年史上初となる100打点、当時の日本記録となる64長打を放ち、記録ずくめのシーズンでした。1949年は187安打で打率3.32、46本塁打、142打点とキャリアハイの成績を残します。首位打者は小鶴誠氏の3割6分1厘で惜しくも三冠王を逃しますが、藤村氏の大活躍は甲子園に入場できないほどに人をあふれさせる大盛況で、戦後の日本やプロ野球を盛り上げることに一役を買ったことから、チームが6位だったにもかかわらず MVP を獲得します。またこの年にプロ野球史上初のサイクルヒットを記録しますが、
当時はサイクルヒットという概念がなかったため、1965年に同じようにサイクルヒットを記録した阪急ブレーブスのダリル・スペンサーが話題にして、以後後から発覚した隠れた記録でした。そんな様々な大活躍が多くの大阪人の心をつかみ、この頃から人々は藤村氏をミスター・タイガースと呼び、絶大な人気を誇ります。なお審判への判定を不服として顔を真っ赤にして詰め寄ったり、本塁でのクロスプレーでキャッチャーに体当たりするなど闘志をむき出しにするタイプで、アシュラの藤村という別名もありました。1949年末から1950年初めにかけ、球界は2リーグ制になるとともに主力選手の引き抜きが多数あり、タイガースも主力選手である若林正氏、ベッド・カオル氏、土井垣武氏などが毎日オリオンズに移るも、藤村氏は「わしゃタイガースの藤村じゃ」と残留、弱体化したチームを支えました。1956年に選手兼任監督となり、日本球界2人目の代打逆転サヨナラ満塁ホームランの快挙を達成し、これが藤村氏現役最後のホームランとなります。藤村排斥事件。兼任監督時代には、相手チームの打てそうな投手が試合に出るときは打者として出場、逆のときは出ないことや、それまでのスタンドプレーを快く思わない選手もいたことで、選手たちの反感を買っていました。さらには人の良い藤村氏は球団から提示される低い年俸も受け入れていたため、球団は藤村氏の考え方を基準に他選手の査定を行います。そんな問題も含め、一部の選手が藤村氏の監督解任要求を球団にするなど、藤村排斥事件と呼ばれる騒動が起きます。この事件が影響したこともあり、1956年限りで選手を引退、1957年から監督に専任します。しかし同年11月、優勝争いをしている最中で、球団代表の戸澤和孝氏より監督交代、現役復帰を告げられます。藤村氏は決断については保留と告げますが、藤村氏の意向を無視した形で世間に発表され、結局翌年1958年に現役復帰することとなります。現役最後となるこの年、スタメン出場は1試合のみで26打数3安打の1割1分5厘という成績を残し、生涯3割で終えるために11月末に引退を表明。翌年1959年3月2日、甲子園球場で藤村文雄引退試合が開催されます。この試合が日本プロ野球界で初めての引退試合で、大阪タイガース結成時から藤村氏がつけ続けた背番号10は球団初の永久欠番となっています。なお弟の藤村貴男氏も阪神で共に長くプレーをしており、球界で初となる兄弟でのプロ野球選手でした。現役引退後は読売テレビの初代解説者を務めたり、国鉄スワローズ、東映フライヤーズで1軍打撃コーチや2軍監督を務めるなど、球界の発展に携わります。1974年に野球殿堂入りを果たし、引退間際で亀裂が入っていた阪神とは無報酬、非常勤の球団社長付けアドバイザーとして関係を保ちます。長嶋茂雄が憧れた男の最後、1988年以降は病院や介護施設で闘病生活を送り、1992年5月28日腎不全のためこの世を去りました。死去した際、甲子園球場には半旗が掲げられ、ミスター・タイガースを追悼しました。阪神で共にプレーをし、同じくミスター・タイガースと呼ばれる吉田芳雄氏は自身の著書で、あの方のプレーは面白かったんです。他の選手たちが真面目に野球をやっている中で、藤村さんのプレーにはなんとかファンを楽しませようという心配りがありましたと記しており、ミスター・ジャイアンツと呼ばれる長嶋茂雄氏は、藤村さんに憧れて三塁手になったと公言しています。プロ野球史上初の記録をいくつも作り、今なおミスター・タイガースとして語られる藤村氏。藤村氏の活躍なくして今のプロ野球は存在しません。今後も長く語り継がれる人物でしょう。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。